ープニング割とすぐ終わらせます。立ち閉めるんだっけ。いやいや開けてていいんじゃない。うん、うちの小学5年生の息子が、はい、まあ、いるんですけれども、はい、この間、まあ、うちの妻がその息子にもう漢字検定受けなさいと、うん、ずっと言ってたらしいんですよ。だけど息子はもう嫌だ絶対嫌だ受けたくないってだだこねてて、うん、いや受けなさい、いや受けないって、うん、もう結構なんか割とちょっとした喧嘩ぐらいまでなって、うん、もうふてくされてなんか眠ったらしいんですけど、うん、次の日その息子が学校行って、うん、そしたら女の、ね、女性の先生が、ね、まあ、こういうって言うんですけどね、うん、こういう君が漢字検定絶対いけるよ、うん、頑張ってって言ったら、その日うち帰ってきて口とんがらせながら今度漢字検定受けてみようかなって言ってたらしいです。皆さんこんばんは、神田邦弘です。こんばんは、伊波優作です。おびびのあつきです。はい、ということで、はい、あつき来てくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まあ一つずつ話していきたいんですけど、はい、今のオープニングトークはあつきは理解できた？あー、なんか、うん、息子さんが漢字検定、何でしたっけ、受ける、うん、受けるって言ってたんですけど。あれちょっと待って、もう一回最初から話そう。まあ反応が反応だけに分かってないだろうな。あ、そうですね。まあ要はお母さんが受けなさい受けなさいって何度言っても聞かなかったものが、はい、もう学校行って女性の先生がね、はい、頑張ってって言うだけですぐコロッと気持ち変わって、俺受けてみようかなみたいなことを言っていたって、やっぱりうちなんかね、男だなって、男の子も小学5年生になったらお母さんよりもね、もう家を出た、まあ、女性、まあ、綺麗な先生なのかな、ね、言われたらもうすぐ受けようかな、俺いけるかもしれないみたいな、ちょっとかっこよく言ってたっていうっていうお話。かわいい、うん、かわいいですね、息子さん。 ありがとうございます。っていう反応が欲しかったわけ。ああ、そうなんですね。はい、まあまあ伝わってないだろうな。はい、そういう感じで済みましたけれども、はい、ということでした。でね、もう今あつきが、うん、ね、はい、座ってますけれども、実は今日カレンがですね、はい、ちょっと顔をいじってくるってことで。ああそうですか。ああだから今日ちょっとギノガルフ。そうなんですよ。でもういじったのかな、ちょっとダウンタイムが必要。ああそうなん、ちょっと間に合わなかったんですね。ダウンタイムがもう少し必要ってことで、ちょっと今日お休みですので。じゃ今いじりながらもしかしたらなんかね聞いてるのかな。そうですね、もう今日だったのかな、うん、だからもう今週はちょっとお休みということ。しょうがないですね。しょうがない、はい、はい、ちゃんとまた整ったら出てくれますんで、はい、それは楽しみにしていただければと思います。ということで、困った時のあつき、はい、はい、もうね、もう何のあれも違和感がないね。何もないですよ。先週も出演しました、ね、そうだよね。だから伊波さんが前言ってたけど、うん、カレンより出てるんじゃないっていう。あ、そうかな。そうですかも、多分回数で数えると、あ、出てる、なんか出てる感じもするな。もう落ち着いた。落ち着きました。あ、よかったね。そっかそっか。そうです、晴れも全然落ち着いて、うん、ちょっと青いのもなくなって、うん、いい感じになりました。あつきになりました、やっと。なあ、もう今までもあふきぐらいだったから。先週はね、ちょっと晴れがあつんきぐらいだったのが、先週はいろいろなんかね、先週も来ていただいたんですけど、はい、なかなかトークがね、はい、おーこんばんーみたいなこと言ってたから、自分で気づいてないかもしれないけど、聞いてる側からしたら、うーん、そうだったんですか。あつんきねーってなったのが、へのつっぱりはいらんぜよみたいなね、なんか言ってましたもんね。なんて言ってるか分からない。これ筋肉マンです。まあまあ元に戻ってよかったね、うん、よかったです、もう無事。さ
さあ、はい、じゃあということで今日この3人でね、はい、進めていきたいと思うんですが、じゃあこの1週間何があったのかなのコーナーからいきましょう、はい、これ僕からいきましょうか、はい、まあ、うち住んでるところが年に2回かな消防点検があるんですよ。おお、あ、その地元でっていうことですか。いやいや、あのマンションが、あ、マンションが、なるほどなるほど、来てその火災報知器がちゃんと ありますね、何やかなっていうのを確認するんですけど、うんうん、それの取り替え作業みたいなのもあって、うん、でやっぱりほらね、その他人が入ってくるんで、うん、もうやっぱ綺麗にしなきゃいけないと思って、うん、めちゃめちゃこう片付けたりとかして、うん、あ、そっかそっか、自分の部屋の中に入ってくるからな。そうそう、しかも全部屋にあるからさ、火災報知器って、あ、そうそう、あのリビングとかだけじゃなくて、うん、倉庫にしてるとことかさ、うん、なんか寝室のとことかも本当綺麗にしなきゃいけなかったんで、うん、しかも取り替え作業があったんでちょっと時間もかかりながら、うん、いろいろこうやったんですよ。でそれが終わって、うん、あ、落ち着いたなと思ってたら、うん、今日管理人さんからまた電話かかってきて、はい、母さん実は和室、あ、下の階の人から、うん、和室側から雨漏りがするという連絡が来てるんですと。あら、そのじゃあ神奈さんの部屋の、そうそう、で、うん、和室で水なんか使わないわけですよ。はい、でよくよく考えたらそこの隣がベランダなんですね。あら、はい、だから、はい、多分ベランダのどっかから、うん、雨の時にこうなんていうの、水漏れしてて、うん、そこから雨漏りしてたまったもんじゃないじゃん、下の階の人は、うんうん、上から雨漏りしてきたら、うんうんうん、だからまた今度立ち会っていろいろ畳ひっくり返したり、うんうん、なんかベランダ見たりとかやらないといけなくなって、うん、ちょっとめんどくさいなっていう感じです。まあでもね、下の階の人からしたらね、早めにやらないと気になって大変でしょうけど、あ、久美もさん、打ち水したんじゃなくて、打ち水はしてないですね。あ、実家での話なんで。そうそうそう、上の階の人が打ち水してるんですよって管理さんが言った。わかるんだ。バレてるんだ。いや本当にだからちょっといろいろなんかね、20年ぐらい経ってんのかな、うん、できて。ああ、そうそう、築1990何年かにできたマンションらしいんですけど、やっぱり20年ぐらいでいろいろ出てくるんだね。ね、これってちなみに下の階の人はもう知り合いっていうか顔は知ってるんですか？下は誰かわからない。わからないんだ。あの住んでる人はわかるけど、どこに誰が住んでるかは、あの同じ階の人はわかるけど、上下はわかんないですね。あ、そうなんだ、うん、じゃあ下の人ももちろん、じゃあ誰の部屋の打ち水かがわからないってことですね。だから打ち水してないって。ただ下の人は名前言われて、うん、多分あの方たちだろう、あの老夫婦が住んでるので、あ、そうなんですね、多分その方たちだろうなって、ニコニコして優しい、うんうん、だろうなと思うんですけど、まあちょっとだから修繕費とかもさ毎月あるのよ、うんうんうん、そうそう、だからそういうのから多分全体のひび割れとかそういうなんていうの、うん、雨漏りとか直していくんだろうけどさ、うん、逆にこう中の、うん、例えばお風呂場がちょっとタイルが怪しくなってきたとか、うん、なんか中のものって自分で直さなきゃいけないから、うん、ただこれ俺は借りてるわけ、うん、そのなんていうの、マンションを、分譲マンションを買った友達に俺が払って借りてるみたいな感じの、そう、はいはい、だから俺が勝手に買えるわけにもいかないしさ、ちょっとだね、ひょっとしたらこれ来年ぐらい引っ越しもしてもいいのかなって気になってきました。あ、もうそんなこと考えてる。だって10年ぐらい住みましたよ。え、今のところの住所は何？言うか。騙されるか。あ、聞こうとしてました。個人情報。個人情報 NG でしたっけ？個人情報を電波に載せる気はないです、ね。あ、そうですか。はい、チェッカーズさん、寒いけど冬まだですか？まだまだです。はい、まだまだ 冬が始まるよ宣言はちゃんと SNS でやりますので、まだまだでも今日からねちょっと肌寒くなって ね、 そうそうですね、ね、僕もシャケさんもたまたまの OBP パーカーで、そう、はい、嬉しい、そう、してきました。はい、もうやっぱ黒のパーカー似合うんだよ。自分で毎回言います。今まで一番似合うんじゃないかな。ありがとうございます。はい、じゃあ続いて矢さん、はい、いきますか。僕はですね、もう結構11月入ってで割と仕事毎日忙しくて、うん、まあ、この1週間もずっとなんか
まあ、朝から晩までっては、までは言わないかもしれないけど、まあ、毎日ね、うん、トヘトに暮らしてたんですけど、うん、やってたんですけど、トヘトに暮らしてたトヘトなんですけど、はい、まあ、唯一、まあ、その中でちょっとほっこりしたっていうか、あ、まあね、うん、まあ、またうちの息子の話なんですけどね、うんうん、すいませんね、いや、言う、日曜日だったかな、うん、まあ、朝その仕事行くときに、まあ、あの世にも奇妙な物語を、うん、まあ、録画しているものをね、あ、この間やってたみたい、そうそうそう、それを朝から見てたんですよ、うん、あ、だからなんか見てるなと思って息子が、で、まあ、仕事行くってなって、まあ、息子にね、あの、じゃあこれから仕事行ってこうね、ちゃんと留守番しててよみたいなこと話しかけたら、うん、もう全然聞いてないんですよ、うん、全然、うん、で息子の顔を見たら何も返事もないから何かなと思って息子の顔を見たらもう目をギュル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 ってもうキョロ、まあ、キョロキョロかな、もうぐる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 回ってて、うんうん、なんか心配だろうね、どうしたの、なんかな、なんだろうと思って、うん、世にも奇妙な物語見てる、うん、要はあれってほら途中まで謎に包まれて、うん、最後でその謎が解かれるみたいなストーリーじゃないですか、まあ、大体ね、でその謎が解かれる前で、うん、一体これどうなってるんだろうって考えてる最中だったんでしょうね、息子が考えてる時漫画みたいに目をぐるぐるするで、俺も漫画みたいと思って、ぐる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 なんか、まあ、キョロキョロいろんなところ向きながら、うん、どうなってんだこれ、なんだどういうことだみたいな感じの、うん、もう本当にもう絵で見てわかる、うん、こいつ悩んでるなっていうのを見て、うん、こいつもこいつなりに頑張ってるんだな考えてるんだな、考えてるんだなと思って、うん、なんかそれを一瞬見ただけでもや可愛いなと思って、まあ、なんかちょっとほっこりした、俺らもう大人になるとちょっと車に構えて見ちゃうとかね、そう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 、なんかそういう見ちゃうけど真剣にそういうふうに考えて、そうそうだよね、うん、大人になるとさ、まあ、テレビでも、まあ、これどうせ、まあ、まあ面白くてもこれを、うん、なんかうまく本かけてるなみたいな、そうそう、ちょっと生意気な ね見ちゃうけど、もう息子にとってはそのテレビで起きてることがもしかしたらこれも現実に起こるかもしれないぐらいな感じで、うん、もう見てるから、そうだったもん、そうです ね、うん、ね、うん、怖い話とかやっぱほん、あの本当にあった怖い話とかあるじゃん、多分僕やっぱ好きだから見るんですけど、うん、息子はもう絶対もう目伏せてもう見ようとしないですね、あんなもの怖くて、なんか久しぶりに見たら本当に CG みたいになってる時がありますよね、あもう CG って分かるような CG 分かるやつ、本当に怖いやつと、うんうん、CG っぽいやつと、はい、いろいろあって、なんか前田やってたの怖かったけどなと、まあ、だからそういう、でもそういうなんか感情をいろいろ揺さぶるのはいいのかもしれませんね、まあね、そうですね、でも考えてる様子いいですね、考えてるも絵で見て分かるっていう、うん、なんか最終的にもう一休さんみたいになるんじゃないですか、ね、こうやって頭の上でチーンってなる、分かった瞬間にはい、ありがとうございます。じゃあ、あつき、はい、はい、あつきはですね、うん、先週の金曜日に、うん、小刻みプラスの収録をしてきました、うん、はいはい、なんか、誰かもあげてた、そうですか、いやいや、あつき来てくれ、あ、サーネだったかな、あ、そうなんだ、来てくれました、ありがとうみたいな、うん、そう、で、行ったんですよ、で、去年も出演させていただいて、去年も出演させていただいて、うん、その時が去年、ちょうど去年だったの、10月、うんうん、で11月だったじゃないですか、うん、でちょっと考えたんですよ、うん、思ったことがあって、うん、ギノガルフに出てから、うん、あつき喋りが上手くなったって気づいた、やっぱり気づいた、やっぱりちょっとなんか喋りがポロポロ出てきて、うん、選挙年、うん、ちょっとなんか気のガルフに出演させていただいてありがとうございますって伝えたい気持ちでした、なるほど、ありがとうございました、あ、1年前と比べたら、うん、その喋りのスキルが上がってたってことですね、上がったということですね、なんか、はいはいはい、このなんて言おうとしたんでしたっけ、うん、わかりますか、まだ上がってないまだまだ伸びしろが伸びしろがまだまだ厚きはありますね、ありますけどね、いいと思います、まあ、でもまずは僕はやっぱ言いたいことは、うん、まあ、どういたしましてっていう、ありがとうございます、まあまあまあ、まずは僕らとしてはね、そうですね、まずはスタンスはやっぱどういたしましてっていうところでは
ありますね。もう感謝してもしきれないです、うん、いやいやもうこれはでもね、あつきはもともと一生懸命なタイプですよね、うんうんうん、はい、そうそう、多分そのできるできないは置いといて、うん、まず一生懸命やるっていう姿勢は、うん、これ大事なことで、そう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 、だから多分好かれますよ、うん、まずそのなんていう現場、うんね、仕事の現場でやっぱりそういう姿勢を持って望んでる子、あ、またなんか声かけたいなってなったりとか、そうそうそう、うん、だからね、2回目の声かけもあったはずだから、うん、またいろいろあるんじゃないですか、うん、そうなんですか、うん、嬉しいですね、多分いろんな生かし方があるよね、まあ、あると思いますね、うん、生かし方、付き合えば付き合うほどいろんな生かし方見えてくるかもしれないですね、ナナ、ね、うん、さんもあつき一生懸命が目に見えるタイプ間違いないってこと、本当ですか、そうなんです、嬉しいですね、ただレッスンをねやりすぎるとあーってなりますけどやりすぎるとあーってなりますけど、まあ、でもでも本当にそれはなんか感じますよ、本当ですか、うん、やった、うん、じゃあおっとね、うん、感じさせます、あつきの出来をあつきの出来を、出来を感じさせたいです、もっとギノガルフで鍛えていって、うん、あとなんか今思ったことは、うん、なんかすみませんと思いましたさっきのどういたしましての次で来たのが今こんな風に育ててしまうなんかすみませんっていうのが今出てきました、ね、いやいやいいですよ、うん、キャラ的にもね、はい、いろいろもうここから大体みんな巣立っていきますからいいんですよ、だから沖縄だけじゃなくて、うん、また東京でなんか呼ばれて仕事とかもさ、うーん、ちょっとあつき来てって呼ばれるかもしれないじゃん、確かに、そうだからそういう広がりがきっとあると思いますので、頑張ります、もう俺らあれよ、番組関わってくれた人はもう一生応援するんで、一生ですよ、一生で、いやでもあつきも一生応援するんで、あ、僕らのことそうです、そうです、応援するんで、そうですか、はい、わ、応援、ありがとう、だって息子さんのことも応援しますんで、あ、息子のことも、家族まで応援してくれる、息子の漢字検定も応援してくれる、ぜひ受かってください、英検3級のあつきが、ありがとうございます、英語もバッチリです、気になった方は先週のおまけ放送を見てください、完璧ですので、はい、ということで、はい、今日、あ、違うか、ツイキャスから先拾いますか、はい、はい、たくさん見てくれてますね、ありがとうございます、ありがとうございます、よし、ひふみさん来てます、ごっくんちょう、はい、ごっくんちょう、ごっくんちょう、あ、ジンベルないんですね、MJ さん、かんなさん、やさん、あつきちゃん、こんばんは、かんなさんのパーカーかっこいい、はい、ありがとうございます、 OBP パーカーですね、おー、ありがとう、やった、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ポンポンラブリーさん、かわいい、ひふみさん、時を戻そう、あ、話ね、みすかみさん、皆さんこんばんは、はい、こんばんは、火星人さん、神田さん、あやさん、あつきさん、こんばんは、はい、こんばんは、伊藤さん、あれ、カレンは、あ、ちょっと今顔のお直し中なんですよ、はい、顔のお直し中ですね、はい、沖縄リワンチュールさん、今日は黒系ということで、恐る、すべて恐るですね、あ、確かに、あ、みんな、ね、みんなそうですね、黒っぽいね、いいですね、ナルトラさん、皆さんお疲れ様です、今日はブラックダンですかね、気がついたら、確かに、うん、合わせました、あとはクミマさん、こんばんち、はい、こんばんち、チェッカーズ武装さん、はい、こんばんは、ニセカベさん、保険は効くんでしょうか、保険はどうなってるのかな、僕のじゃない、借りてるんで、あ、さっきのね、うち水の話ね、ただあれなんですよ、ゴミをいつ出してもいいんです、いいな、そうなの、うちのマンションはその集合するところがあって24時間いつでも出してよくて、で夜その業者が取りに行って毎日だから24時間です、すごいね、いつ出してこれ便利、便利ですね、もう本当に、あ、朝なんかあって実家の頃そうだったけど、うん、もうそんなんじゃないから、すごくいいですね、いいな、うん、これじゃあ僕が今日カンナさんにゴミ渡しても大丈夫ってこと？まあちょっとぐらいならいいんじゃないですか。あんまり大きいと多いって言われそうですけど。はい。ななさん寝落ちしたらこんな時間。こんばんにゃ、はい、こんばんにゃ。15番目のとこさん、あ、家事して遅れた、はいさいさい、はい、はいさいさい、ジェットインコーチさん、こんばんは、ミキサー大抵です、何言ってるんでしょう。お、ありがとうございます。
沖縄パーカー着るぐらい寒いんですかって、今日からね、うん、今日からですね、なんか今日から、まあ、少し冷えてる、冷えてるって言っても20、まあ、昨日より5度ぐらいちょっと下がったらしい、急にほど下がったって言ってましたね、寒冷前線が通り過ぎた、寒冷前線が通り過ぎたということで、ちょっと今週冷えるらしいですね、うん、はい、神奈さんに育てられたい、もうすっごい可愛がりますよ僕、うん、はい、あとは、はい、武蔵さん来ております、はい、神奈さん、リアさん、あつきちゃん、こんばんは、こんばんは、神奈さん、火災報知器取り替えのため部屋の片付けお疲れ様でした。リアさん、息子さんの世にも奇妙な物語の話、子供の頃同じように怖かったですね、うん、あつきちゃん、はい、小刻みプラスの収録にお疲れ様でした。昨日ガルフでのトークスキルが上がってよかったですね。あ、いいですね。ありがとうございます。はい。久美子さん、毎月ゴミ処理料払ってるから、そうそう、だからマンションの、うん、なるほど、管理費に含まれてるんですよ。だからマンション管理費まあまあ高いですよ。あ、そうなんだ。なるほど。はい。なんか窓開けて家、うん、あ、ゴミ出すタイプですか。あ、ダストシュートじゃなくて下の方にそのまとめる小屋みたいのがあって、そこに、そう持ってる。すごい。そうそうそう。いやでもあれよ、普通ほら賃貸のって、うん、管理費って何千円とかでしょ。うん、2万ぐらいですよ。あら、なかなか。はい、いやだからその壁の修繕とかいろいろ含まれてると思うんですけど。そうそうそう。まあでも24時間はでかい。うん、かなり、うん、かなり楽ですね、いつでも捨てに行けます。そうそうそう。はい、ということで、今日はですね、後半、うん、サイコロトークをやりたいと思いますんで、はい、もうスキルが上がった厚木の、ね、トークも聞けますんで、楽しみだこれ、ね、完璧な前振りしてくれました。そうですね。ぜひそちらもお楽しみに。では進めていきましょう。キノガルフ、この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、宮平乳業の提供でお送りします。神田国博です。伊波優作です。花城かえんです。私たちはキノガルフという番組を仲良くやっています。毎週火曜夜9時生放送です。私たちはこの番宣の方向性がよくわかりません。いくぞ、ワンツーじゃん。宮平乳業の牛乳は低温殺菌牛乳です。生乳本来の美味しさを君も一緒に楽しもう。だから美味しい、宮平乳業の低温殺菌牛乳。石垣島の三崎牛本店がついに焼肉屋やっちゃいます。ボリューム満点のランチから本格的な炭火焼肉ディナーまで昼夜好評営業中。精肉販売コーナーも品揃え豊富で、その場で食べて美味しければすぐにお土産用に買えますよ。石垣島にお越しの際はぜひ三崎牛本店へ。英語の上皇先生って先生が危ない時に出た一言、うん、アブアブ。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 ギノガルフ。今メンバーがこう24時間捨てられるっていうのは結構いいなっていう、うん、ね、うん、今ツイキャスの方も、うん、チェッカーズ息子さん、ゴミ捨て24時間それなりに払ってもお願いしたい、うん、15分のとこさん、いいね、シュートから目の前にドスってなったことある。下手したら怖いよね、確かに上から落としたらね。こうでも、本当に便利で、で袋も指定袋じゃなくてもいいので、へえ、いい、うん、本当に超いいです、ね、生ゴミもだからそのスーパーの袋とかに入れてその分だけ捨てられたりするんですよ。燃えるゴミって書いてなくてもいいんですか。そうそう、あの那覇の指定の袋じゃなくてもいいわけ。へえ、でもうカンカンもペットボトルも何でも、いい、うん、かなりいいですよ。はい、羨ましい。さあということで、ここからはグッドフィールドグループからのお知らせということで、はい、じゃあ僕がご紹介いたします。はい、今日はメンズビギ沖縄アウトレットモールアシビナー店をご紹介します。メンズビギ沖縄アウトレットモールアシビナー店では11月19日金曜日から30日火曜日までの12日間、熟成革、匠の職人技イコール最後の着心地ということで、2021レザーフェアを開催いたします。定番のライダースからメンズビギ18番の立ち襟のジャケットタイプまで
デザイン、カラー、サイズまで豊富にご用意しております。メンズビキのレザーアイテムは最高の職人の手によって仕上げられた貴重な天然素材であるシープスキンを使用しております。ですので、最後の触り心地、着心地、着込むにつれ醸し出されるオリジナルエイジングを堪能いただけます。メンズビキではこのハイクオリティのレザーアイテムをどこよりも適正価格にてご提供させていただきます。かっこいいですね、やっぱレザーはね。でフェア期間中なんですが、このレザーアイテムがなんと1点でも 10% オフと通常行わない割引価格にてご提供させていただきます。通常ほら何点買うとオフとかあるんですけど、1点から 10% オフとなっております。どうぞこの機会にあなたのこれからのライフステージの相棒となるアイテムを手に入れてみてはいかがでしょうか。他にもおしゃれでかっこいいスーツ、ジャケット、パンツ、ニット類も多数ご用意しております。オンスタイル、オフスタイル、どちらもメンズビキでかっこよく決めてみませんか。もちろんアウトレット店ですので、最高 70% オフのアイテムもご用意しております。7割引きです。バッグなどの小物類もご用意しておりますので、一足早くクリスマスギフトのご用意もいいですよね。なおラッピングは無料となっております。そしてスタッフ、ショップともに感染症対策をしっかりと行っております。皆様のご来店を心よりお待ちいたしております。そしてスタッフから DJ の、メンズのお二人も、番組のスタッフの皆様もご来店ぜひ心よりお待ちしておりますと、はい、コメントも来ております。そして来店の際はお気軽にお声掛けくださいということです。以上、今日はメンズビギ沖縄アウトレットモールアシビナ店ご紹介いたしました。グッドフィールドグループからのお知らせでした。はい、ということで、はい、今日はメンズビギです、うん。まあ、僕も何点か持ってるんですけど、やっぱね、かっこいいですね。かっこいい、そうそうそう、なんていうのか、やっぱこういうの何着か、僕スーツをここで買ったりとかして、うん、そういうフォーマル系のものも非常にあって、非常にかっこいいんです。で1点買うとやっぱ何年かもうずっと使えるような、そうですね、はい、質のいいものがありますので、うん、でそれが今回まあ1点から 10% オフというものもありますし、なんと最高では 70% オフ、これがアウトレットのいいとこですよね。はい、久美子さん2人でおそろっぴしてってことですけど、ね、僕と矢さんが揃えたらそれはそれで気持ち悪いんで照、はい、まあ、れちゃってるんですよね、神田さんがね今ね。OBP のパーカーぐらいだよな、一緒に来たらな、駅伝してる時に。そうですね、うん、はい、あれぐらいだと思うんですけれども、はい、ぜひ皆さんそのメンズビギに行った際は、まあ、もちろん自分好みのも見つかると思うんですが、もし迷った場合はスタッフにお気軽にお声掛けください。ギノガルフで見たんですけど、聞いたんですけどとかね、ぜひぜひ、この冬、ちょっとやっぱり、これ一つ持ってればっていうアイテムが必ずあると思いますんでね、ぜひ皆さん、沖縄アウトレットモールアシビナー店、メンズビギぜひお立ち寄りください。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。あつきはさ、はい、なんかファッションとかさ、何か気になって意識してることって、気になってる、意識してることってあるんですか。意識してることは、うん、もうなんだろう、どういうスタイルが自分にこう合ってる。なんか最近は、うん、結構もう高校も卒業したから、うん、なんかなるべく、うん、なんかもう足を見せない、足を見せない、足を見せない、なんかなんだろう、なんか長ズボンとか履くようになりました。なんか半ズボンはあんまし履いてないです、ね、そうか、今日もなんかロングスカートですよね。そうです、あ、なんか高校の頃学生、あ、スカートだったからってこと。いや、なんか気持ち的に、なんか分かんない、気持ち的に、気持ち的になんかスカートあんまり好きじゃないの。いや、好きです好きです、短いの好きなんですけど、うん、なんかなんかちょっと大人っぽく言いたいんですよね。あのさ、まだ出して大丈夫だよ、全然。なんか、うん、なんだろう、なんか無意識に選んでるんですよ。ああ、そう、そう、なんか長いの、あ、これだこれだと思って。あ、まあでもその方が、なんだろう、そのステージとかでしか見られないとか、あ、そっか、まあ、特別感はあるかもしれないですよね、うんうん、確かに。なんか例えばプライベートで遊びに行くってなっても、うん、なってもそうですね、
あんまり足出すことはない。もう基本なんか家から出ないんで、なんかもう寝巻きですずっと。あ、ルアチみたいですね。そうですね。ずっと寝巻きですもん。そうなんだ。あまり家から出ないんですね。そうです。うんうん、お家 YouTube ばっかり。うちの中でパン食べてるんだ。あ、そうですそうです。そうです。じゃなくてパンと。コンティニュー公演これ大丈夫なんですか、ね？今日は大丈夫かな？あ、大丈夫です。はい。ありがとうございます。いやでもよく言われるのはその出せるうちに。そうそうそう。ね、言いますよ、ね、みたいな話は。言いますけどね。うん、寝巻き。そうか。あ、ジャムさん函館からこんばんはって。あら。あ、そう、あのリナちゃん、神奈美リナちゃんが、うん、北海道のとTGC に出演してるんですよ。8時20分出演って言ってたんで、もう多分終わってるんですけど。出演はわかるんですけど。終わって。なんで函館にジャムさんがいるんですか。見に行ってる。見に行ったってこと。見に行ってるんです。すごいな。すごいいいな、今日も行きたい。うん、たくみさん、カレンさんどうした。あ、ちょっとお直しですね。ですね、はい、いろいろあのお顔のお直し。あ、なんか来ました。あ、神奈美の、あのちょっと映せないんで、あのじゃあ見てみ。すごい。なるほど。じゃあちょっと厚木だけ見て、パッとパッと見て感想を言葉で伝えてください。やばい、うん、えやば言葉で。あの、あつき好きなユーチューバーさんがいるんです。うん。おい、そうそう。え、やば。え、やばい。あつき、カンナミの感想を。ユーチューバーじゃなくて。なんか、え、りなちゃん、うん、細くて、うん、白くて、うん、一番可愛いです。あ、いいですね。じゃあちょっとまあ写真とかはね、そうですね、うん、多分 SNS に上がるかもしれないんで。うん、え、やば。ぜひチェックしてください。ですね。ユーチューバーでテンションが。だからね、リアクションがいいな今の、うん。ジャムさん、あ、神奈美は札幌、ワイは仕事で行ったんです。あ、そうなんですね。はい。近そうで結構遠いから見に行けなかったですってこと。そっかそっか。でかいからね、なかなか距離がね。今でっかい道って言おうとする。今言おうとして、いい途中で今こらえて2021年です、ね、今こらえた感じが今見えたけど、北海道はでっかい道は北海道はでっかい道でしょうねみたいな、この言わないです。ま、あの言い始めたら教えて。何かが壊れたってことですか、うん、放送後に言うじゃん、神田さん言ってましたよ。そうそう。あ、久美もさん、足私もまだ出してるよ、あざいっぱいの足ってこと。そうですね、まあでも出せる時には、うん、出してた方がいいと思いますけど、そうね、あんまイメージないな確かに、うん、そうですか、こっち来る時もずっとジーパンとかだよね、ですです、なんか 長ズボン系だよね、ですですです、でもなんか最初の頃とかはワンピース買いてました、うん、ワンピースだったらいいんじゃない、ワンピースもダメ、ワンピース、あ、ワンピースの長いのだといけるんです、あ、丈がね、そうです、なるほど、ちょっとなんか、うん、なるほど、久美さん、やめないやめないよってことで、いやもういいんじゃないですか。はい、ということでありがとうございます。さあ、じゃあ、ここで1曲いきますか、はい、はい、じゃあ今日僕のリクエストということで、うん、じゃあこの曲を選びました。 OBP タンポポ。
覚えてた、よかった。すごい。手ありますか？手ありますか？手ある、まだない、まだない。あ、ちょっと忘れてるな。ちょっと忘れてるな。ちょっと忘れたな。忘れてるな。しばらく動かないと忘れるな。ちょっとやらんというかな。ね、週1やらん。週1やらん。忘れてるなぁ。ヘッドホンがちょっと絡まってるんだけど。問題外だ。はい、じゃあそろそろマイク入ります。最後はいいんですけど、ちょっと忘れてましたね。ちょっと忘れてたな。まあでもある程度踊れてたでしょ。ね、そうだね、ある程度はなんとかいけてたかなと思うけど、はい、ね、伊波さん、1ミリも踊れてなかったですけどね。1ミリも、1ミリも変なとこで指差ししてましたよね。急に指差ししてましたよね。俺、あれよ、右の人のパーツよ、俺。パーツ部品ですよ。あつき、これがイハさんです。イハさん、はい、イハさんのいいところです。パートとかじゃなくて、途中指差し確認が入りました。全然違うところ。いいですね、右の人のパーツ。意味がわからないですね。はい、ということで、僕が休んでる時にあまりにも時間があったんで、はい、覚えた曲の一つ、ね、はいはい、元気になりました。 OBP のタンポポ。はい、あつき、この曲やっぱ元気出るでしょ。元気出ます、ね、だからライブの最後とかに結構なんだろう、締めで流すんですよ、ライブで盛り上がって、あ、ラスト1曲みたいな、時にタンポポ流れた瞬間みんなおーってなるんですよ。なるほど、それが好きです。確かにこっちも来たってなりますから ね、好きです。久美男さん、もう OBPK にしてもらえませんかってことかんなね。あー、なるほどね。、はい、ちょっともう少し頑張ります。はい、ということで、OBP タンポポお届けしました。ではコーナー、はい、いきますか、はい、参りましょう。サイコロターカちょっとちょっと心配になるわ、こんなに叫ばれたら。大丈夫かと思って、ちょっと心配になるわ、こんなに叫んだら。久しぶりだからでしょ。僕こんなでしたよ。こんなでしたか、はい、もうサンシャイン池崎かかんなかった感じでしたからね。はい、ということで、久しぶりのサイコロトークです。まあ、はい、出た目のサイコロ通りにアーダコーダ3人で喋っていきますけど、今日のお題、はい、はいはい、じゃあ伊波さん紹介お願いします。はい、1の目がかわいそうな話、2の目がヒヤッとした話、3が100の話、4が義務感の話、5が激怒の話で、6が事故の話というサイコロになってます。あつき、サイコロトークやったことある？やったことあります。1回やります。あ、じゃあ大丈夫ですね。はい、じゃあ、はい、
あつきから振りましょうか。今日はね、はい、音も鳴るので。烏森テラさん、こんばんは、ビッグボスですということで、なりってるんでしょ。ありがとうございます。はい、なんか安心したって声出てんなってことで、ジェットさんまでありがとうございます。元気です。じゃあ行きましょう。はい、はい、何が出るかな、何が出るかな、まだです。あんたあんた、だだだ、はい、どうぞ。はい、はい、何番。1番。お、1番。かわいそうな話。かわいそうな話、これ僕ですね。はい、先日なんですけれども、うん、NHK で、はい、BS だったんですけど、うん、仮面ライダーの総選挙をやってたんですよ。おお、仮面ライダーの総選挙、はい、はいはい、歴代の仮面ライダーの作品とか、その仮面ライダー自身とかが、うん、ランキング形式で紹介されていったんですね、うんうん、で僕この間ちらっと話しましたけど、2大ヒーローがいるってことで、はいはい、1人はウルトラマンっていうの長谷川初則さん、うんうん、で、もう1人はスカイライダーというね、うん、仮面ライダーやって村上弘明さんという方がいるんですけれども、うんうん、もうお二方役者としてそのままずっと今も活躍されてるんですけど、そのスカイライダーっていうのがさ、すごい仮面ライダーなのよ、うん、もう初代をもうなんか原点回帰ってことで出てきたんですけど、うん、なんと空を飛べる仮面ライダーなんですよね。いなかったんですか、ね、今までいなかったの、もう空飛べるわけ、でもう本当にこういうなんか斬新な感じでこう出てきたんですけれども、うん、今回ランキング、うん、ちょっとワクワクしながら、あ、何位かな、上位にいるのかなと思って、人気でしょうスカイライダーね、うん、いろいろやったところ放送中に出てこなかったんですよ。出てこなかった、どういうことですよ。なんかだから上位20位とかに入ってなかったわけです。あ、そうなんだ。30位まで入ってなかったんです。ないかと思って、うん、でその後ホームページ調べたらですね、うん、77位だったんですよ。100位まで、そんないる、でも記載され100何人かいるらしいです。で77位で、まあ、そもそもね人気がないのよ。もともと人気がない、もともとスカイライダーって人気がない。あ、そうでした。まずさ、何が人気がない原因かなって冷静に僕分析したんですよ、うん、ヒーローってさ、例えばどんな色してる、イメージとして、イメージ、赤とかね、黒、黒とかなんかかっこいいとか、うん、なんか、なんかそういう感じで締まってる、かっこいいとか、そういうイメージあるでしょ。ね、スカイライダーなんですけど、はい、深緑と焦げ茶色です。うん、確かに。色合いがすごいでしょ。確かにね、すごい。胸の方は茶色でしたっけ。茶色で、このスーツのところは深緑なんです。セミみたいな。そう、もともと仮面ライダーってバッタを、うんうん、イメージして作られたんです、モデルは。でその後、例えばストロンガーは、カブトムシとか、そういう感じでなんかモチーフになってるんです。原点回帰でスカイライダーはイナゴだったらしいです。あ、そうなんだ。だからちょっと茶色が、そう、茶色がかって、あの感じで、もう深緑と茶色、焦げ茶色のヒーローなんて、それ人気出ないじゃないですか。なるほどな。でしかも空を飛べるってことで、たまに映画とかやると、うん、全員ライダーとか出てきてこうやったりするんですけ ど、 ど、うんうん、昭和と平成で出てきて、うんうん、平成でも飛べるライダーがいるんですよ、うんうん、フォーゼって言って、はいはい、分かる、宇宙に。好きです好きです、うん、フォーゼは見てました。なんかほら、V3 とかさ、なんかスーパーワンとかは戦ってるわけ、ちゃんと戦ってるシーンがこう、うん、アップでこうやるんだけど、うん、スカイライダーは空でハエみたいに飛んでるわけ、うん、チャンチャンチャンってやられて落ちてもう終わるみたいな、うん、出演5秒みたいな。あ、そうなんだ。かわいそうな扱いしかされなくて、ね、まあ、今回も77位だったんで、うん、かわいそうだったなっていう話です。1位は何だったの。1位は電王でした。あ、電王、うん、仮面ライダー電王は、でも電王ぐらいかも、見てないよね、わかんないね。あの時空をいろいろ、電ライナーつって電車の中にバイクがあって、それでいろんな時空に行って戦うんですけど、そう、本人は変身しても弱いのよ。あ、そうなんだ。弱いんだけど、相手の敵方にいる4人のあれ、なんつったらいいのかな、あの桃太郎とかさ、そんなのがこう憑依してくると、うん、あ、強くなるんだ。そうそうそう、強気になって俺三条みたいになったりするっていう、そういうなんかいろんなバリエーション、作り作品としても良かったです、ね、なるほどね。そうそう、まあでも僕は昭和派ですけどね、うん、そうそう、イマジン、イマジン、そうですね。最近のライダーってさ、あんまり気合い入れて変身しないんですよ。気合い入れて、うん、というと俺らのライダーの変身のイメージって、うん、ライダー、うん、
変身じゃないですか。はいはいはい。今違う。変身。え、こんな？このぐらいです。よくなんか耳ね、なんか聞き逃すぐらいの。いやいやもう変身。このぐらいです。そうなんだ。はい、もう俺がおあの平成とか、まあ、今令和に入っても多いですね、うん、パターンとして。へえ。そうなんですね。はい。ということでちょっとかわいそうな話でした。はい、はい、じゃあ次僕行こうかな。はい。はい。じゃあ行きまーす。はい。だん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 6あ6、事故の話、事故の話。これ誰ですか？僕です。はい、ヤさん、これね、うん、もうだいぶ前、十何年か前の話だから、まあいいかな話してと思うんですけど、うん、まあ事故っていうのは、まあ僕はまあテレビ制作の仕事してるんですけど、はいはい、とあるこれ放送事故だなっていう話なんですけど、僕がもう制作入って本当に間もない頃、うん、まあ、生放送、ある生放送を担当したんですよ、うん、で、生放送っていうのはテロップを出したりとか、うん、TK って言って時間を読みをしたりだとか、はいはい、タイムキーパー ね、タイムキーパーね、で VTR チェンジしたりとか、まあ、いろんなものを分業してスタッフで分業してやるんですけど、なんかね、僕がその入った頃まだなんだろう、まあ、スタッフもいなかったからか、うん、みんな一人でやってたんですよ、それを全部、うん、ほぼ、まあ、TK やりながら、ね、テロップも出しながら、で、まあまあ、その番組がそういうスタイルだったんですけど、うん、で、まあまあ、もう慣れてないじゃないですか、うん、でやってて、まあ、僕も毎回、まあ、その生放送ドキドキしながらやってたんですよ、うん、で、ある時、うん、天カメってあるんですね、はいはい、そのて、あ、天井カメラ、お天気とかね、お天気カメラ、お天気カメラ、あれってそのスタッフ、まあ、ディレクターがね、レバーで操作してて、右にレバーやったら右にこうやって動いていって、外の風景が映る、はいはい、なんか街の映像映ってるイメージあるでしょ、ね、そうそうそう、で、あるコーナーでその天カメをちょっとその海の方を映して、うん、ずっと動かしながらお天気情報を載せると、はい、ね、はい、で、お天気情報も何枚かあるんですよ、うん、週間だったり、うん、今日の天気だったり、うん、 そうだね、それをチェンジしながら、うん、で、なおかつ視聴者から寄せた、まあ、写真、寄せられたね、寄せられた写真も載せると、はいはいはい、で、まあまあな作業で、結構あるね、うん、で、その点カメを動かしながら、うん、天気も変えながら、あ、怖い、で、テロップもやってて、でも僕このボタンだけで結構必死だってたんですね、だって入った、まあ、間もないからね、間もない頃で、うん、で、必死になっててふとその生放送のその画面見たら、うん、点カメがもう端っこまで来てて、壁にガンガンガンってぶち当たってで、ケーブルも見えててもこんな映像見たことない、もう、ね、頭壁にぶつけてるような感じですよ、ガンガンガン、扇風機が壁に当たってガンガンガンってやるような感じ見たら、その状態で視聴者からの写真が天気情報、斬新だな、斬新でしたね、あれは分からんけど視聴率高かったいや、あれはびっくりしましたね、あ、わおと思ってで、もうレバーだからもうギュイーンって戻して天下目端っこまで来てるから、ね、からまた逆の方向にギュイーンって戻してそれもまあまあ変な映像なんですけど、なるほど、早く戻したからね、そうそう、あれゆっくりこう舐めていく感じがいいんですけど、ね、そうそうそう、ゆっくりやってるからまあ大丈夫だろうと思ってやってたら、うん、いつの間にか端っこまで来てたっていう、ガンガンガンってなって、はい、ありがとうございます。いや、もう面白いから OK じゃん。はい、はい、じゃあ野菜いきましょう。はい、はい、はい、じゃあいきます。はい。ちょっと厚木の聞きたいな。ね、聞きたいね。うん、2か4。あ、2、5が出ました。激怒した話。2か5、うん、じゃあ、はい、これ厚木ですね。激怒した話。はい、厚木の激怒した話。お願いします。ちょうど先週なんですけど、うん、普通に厚木いつも。お母さんをお仕事、うん、お迎えに行ってるんですよ、車で。ほうほうほう。で行って、うん、その時が弟が自転車で、うん、自転車最近買ってるんです弟が、うんうん、でそれで辺戸岬、沖縄のめっちゃ来た、はいはい、自転車で、うん、行くって朝5時半ぐらいに出て、で着いたのが夕方の5時だったらしいんですよ、うん、この休憩して行って、うんうんうん、行ってまあまあかかったね、そうです、で5時ぐらいに着いたらしくて、うん、でそれで
お母さんに電話が入ったらしくて、うん、なんか迎えに来てみたいな。ああもう行ったけど帰るのが、なるほど、うん、でなんか夜暗いしみたいな、うん、帰ってこれないみたいな、うん、怖いみたいな、うん、って言っても私もはぁってなって、うん、もう次の日がその次の日が小刻みプラスの収録だったんですよ。お本当にこの間じゃん。そうですそうです、でもうで一応なんかお母さんもなんか泊まるとこないのみたいな、うん、言ってけども多分周りないんじゃないみたいな。江戸岬はないよ。ないじゃないですか、だから行くしかないじゃないですか、もう、うん、で高速乗って3時間ぐらいかけて、うん、かかるよな、かかるかかる、行ってでなんかもう反省 しときなさいみたいな、うん、松木も言って、うん、着くじゃないですか、うん、したらもう全然反省してなくて、うん、もうなんかごめんなさいみたいなイラッとするな、そうぐらいなんだったから松木はもうもう激怒しました。なんなのって迎えに来たのにって言って、そうもう自転車、そう自転車もう壊すからみたいなぐらいな感じで、うん、めっちゃ怒って、うん、あつきが運転で、だけどなんかさすがにお母さんもまあまあまあみたいな感じで、うんうん、でその日がワンマンライブのカウントダウンしないといけない動画を撮らないといけなくて、うん、もうそれにも間に合わないみたいな、そうなんだ、やばいと思って、うん、でそれで急いで茶炭に行って、うんうん、茶炭で撮りました。大変だったんだな。そう大変でした。もう次の飛行機さんプラス、そうですそうです、もう 目もなんかトロンってしてましたじゃあ今カウントダウンもう一回見直したら実はもう本当疲労困憊の中撮ってたっていうことですね。そうもう本当に怒りの嵐でした。怒りの嵐でした。怒りの嵐でし た、でも厚木も怒ることあるんだ ねあるんですね。さすがに怒ったか。もう弟にはもう一切口引かないと思って。ちなみに何歳ですか。高2です。高2、高2です。じゃあちょっといそうです、いいパン買わしてください、ね、そうですね。お礼は何かあった。お礼は何もないです。あじゃあ何かもらった方がいいですね。そうなんかちょっと野上のパンをあもうですね、もらった方がいい。今日持ってこようと思ったけどもう閉まってます。はい、ということで、お時間です。以上サイコロトークでした。はい、ギノガルフ。神田国平です。伊波優作です。花城花園です。私たちはギノガルフという番組を仲良くやっています。毎週火曜夜9時生放送です。私たちはこの番宣の方向性がよくわかりませんミヤヒラ乳業の牛乳は低温殺菌牛乳です。生乳本来の美味しさを君も一緒に楽しもう。だから美味しいミヤヒラ乳業の低温殺菌牛乳。石垣島の三崎牛本店がついに焼肉屋やっちゃいます。ボリューム満点のランチから本格的な炭火焼肉ディナーまで昼夜好評営業中。精肉販売コーナーも品揃え豊富で、その場で食べて美味しければすぐにお土産用に買えますよ。石垣島にお越しの際はぜひ三崎牛本店へ。最初はグーじゃんけんパー。あ、グーだ最初はグーじゃんけんパー。あ、グーだあ、グーだいやさ、今度やめてくれないから。ギノガルフ。ギノガルフ、この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、宮平乳業の提供でお送りしました。さあ、あっという間にエンディングですけれども、じゃああつきここでお知らせ、はい、はい、行きましょう。はい、私たち OBP は12月にサードアルバムが発売されます。それに伴って12月26日東京の池袋晴れ舞台にてサードワンマンライブの開催が決定いたしました、はい、イエーイ、ありがとうございます。詳しくはね OBP のホームページまた SNS などご覧ください。よろしくお願いします、はい、そして11月23日なんですけど、うん、火曜日祝日なんですけど、うん、沖縄でOBP 全メンバーの出演のライブがございます、うん、沖縄で全メンバーですからね。そうです、うん、で
いつもお世話になっている琉球アイドルさんの10周年記念イベントに、うん、OBP 東京メンバー全員沖縄にお越しいただいて、お越しいただいて東京メンバーにお越しいただいて、でライブがします。ライブがします。ライブをします。なるほど。なのでよかったら東京メンバーまだ見たことないって沖縄の方、うん、もうぜひ見に来てほしいです。沖縄メンバー全員いるので、ね、全員いるので、ね、そこに東京メンバーがお越しになるので、お越しになるからね、お越しになるので、はい、松木は喋れるようになってますね。やっぱりね、さすがですね。この日は絶対弟を外に出すなよもう辺戸岬まで行っても行けないからってちゃんと言ってて、行けないですよ。もうあ、東京のお宅もまあまあ飛びますってことで、じゃあもう沖縄に大集合。お、大丈夫、ね、そんな中我々はギノガルフをじゃあ頑張りますか、はい、そうですね、その時間なんでね、はい、予約も受け付けてますかって23日23日、あ、はい、予約はない、予約なくて直接、はい、直接当日、あ、場所どこでしたっけ、サイバーボックス、サイバーボックス、はい、はい、なるほど、夜3部ですね。 OBP は3部、 OBP は3部、まあ、詳しくはちょっと SNS などチェックしていただき、はい、夜の3部に OBP 出演で、確か1部にカチューンですね、はい、ということですので、ぜひ楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします、はい、ということで、あつき、この後おまけ放送も大丈夫、はい、大丈夫です、はい、ということで、神田邦弘のツイキャスでおまけ放送いたしますので、はい、サイコロトーク残った、ね、お題も紹介していきますので、はい、ぜひ、よろしければ見ていただければと思います、はい、ツイキャスで神田邦弘で検索よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、というところでお時間です。ギノガルフ、相手は神田邦弘と伊原優作と OBP あつきでしたどうしたどうした、ちょっと喉になんか通りそう、通りそうでしたよ頑張りました。一回じゃあ後でね、ココア飲んでまた後半頑張りましょうはい、また来週です。バイバイ、さよなら。詳しいな、定期なので予約はないですってことで、うん、分かってるの、定期なので予約はない。ナナさん分かってますね。はい、ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、この後準備ができましたロマ競争しますので、またお付き合いください。ちょっと最後マスク取って、はい、じゃあまた後ほどです。